全然破れかけとかもないんだけどね、うん、ただ頭なんか安く1万円で売ってるんだったら買い直したいなっていうだけで、うん、このサイズの嫌じゃなければ、うん、なんか無駄だっていうんだったら頑張るけど、まあいいんじゃない、熱っ、ちょっと見ます、この顔リアル、眠い、スタート、500円のパーキングらしい、ああ、本当だ、今日人少ないんかな、どうだろう、ちょっと気持ちすぎても見ません、うん、あ、痛かった、手首見た、よいしょ、まあ、過ぎるって言っても、まあ、大雑把でも30分か1時間ぐらいの話でしょ、いや、大丈夫だって、いつでもいいよって言った、うん、まあ、ここそんな長い時間にないけどさ正直まあね、しかもそれで500円ってマジかけがすぎるので、あんまり人に教えたくねえな、うん、教えないわ、いい、教えない、うん、意地悪い、教えねえ、いい、教えなくて、しかもなんかね、心休まるのよね、うん、なんかそれで自分がなんか損したら身のくせえし、知ってる人だけが知ってればいいんですよ、あそこ、うん、たまにね、埋まってる時あるからね、うん、この顔がこの雰囲気する、うん、明日かもう、そうだよ、明日、うん、明日携帯代も多分そこで引き落としになるはずだから、うん、でだったらついでにカインズ行くんだったらあそこのアップデート行っても買っちゃってもいいんかしら、わかんないけど、そんなバカバカ買ってもこれこう左、ちょっとトイレ行って、あ、そう行こう、うん、やっぱあの時買っときゃよかったなっていうのって後から買えるんだよな、俺なんかよくわからない性格、いや、私今ただそれになる可能性あるから、うん、その1万円に値下がった状態、アウトレット価格になった状態、ああ、それはね、うん、あ、トイレ来て、今度は青にしよう、うん、来週は土曜日は絶対行けないから、あ、いや別に無理無理、寝てると思うの、いい、うん、日曜日だって出るんでしょ、あ、日曜日は、日曜日でもそんな出ないけどね、高尾山とかそれぐらいだったらいいけど、高尾山いいんだよな個人的に、も好き、稼げるし、も稼げる、あ、まあ周遊道路ね、あの東京の山系は多分売れるよ、あ、売れるよ、稼げるでしょ、うん、ちょっとトイレ行ってくる、もしやつだったらいいんだけどな、高尾山マンションもさ、うん、奥多摩ってやっぱちょっと遠いからさ、まあね、お犬様、ここ、あ、これこれちょっとトイレ行ってきます、うん、うん、なんか物を買わなきゃ、俺この青汁あればいいよ、いや、なんかもう一本買っとく、はいよ、ちょっとポプちゃんを持っててください、いや、はい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 
ちょっと行ってくんね。